皆様、こんにちは。花丸講演会寄せご覧いただきありがとうございます。本日のテーマは、算数思考力ということで、花丸グループの梅崎隆義がご案内いたします。簡単に自己紹介から入らせていただきます。私、花丸グループの梅崎隆義です。花丸学習会、埼玉県新興市外の教師長として長く経っておりまして、 それ以外の予備はですね、中学受験、スクール FC で算数、数学の担当として、もう下は年中さんから、裏小学6年生、の受験する子たちまで、もう長く長く関わらせていただいております。ハサミの使い方から難関受験までも全部、8年間セットで目崎にお任せくださいと、そんな風にコンセプトとしてやっております。自己紹介がてらですね、ちょっと本の方、写真を載させていただきましたので、興味を持っていただいた方は、ぜひお手に取っていただきたいと思っております。 さあ,あの中学受験算数数学とま科目としては担当しておりますが今日のテーマはまさに算数と思考力ということでよくいただく相談はですねうちの計算はスムーズなんですけどどうも文章を読んでると文章題になるとちょっとだとかまあそもそも算数がどうしても嫌いでまあ親の影響なんですけどねとかいろんな声いただくんですけど算数好きって何なんだろうなっていうところからちょっと今日のお話始めていこうかと思います。 さて、いびつな国旗みたいな絵が出てますが、フランスはですね、青、白、赤の順番なので、えー、左から赤、白は、これはどこの国旗ではないんですかね。これは何でしょう数字入れました。まあ、この割合で言うと、赤が24.6%、青が23.0%、うん。もう一個、算数について聞いてみたら楽しいんですが、えー、答え合わせしましょうかね。 これあの、小学生に一番好きな科目は何ですか一番嫌いな科目は何ですかと聞いたところのアンケート結果なんですね。えー、好きと答えた子、つまり一番好きが24.6%、一番嫌いが23.0%っていうのデータがありまして、これ面白いのが、8年間連続で算数という科目は、好きも嫌いもナンバーワンという。どう評価すればいいのかなこれは。平均取ったらやや好きなのかなということなんですかね。 いろいろなデータがあって、つまり好きな子もいれば大嫌いな子もいるという、これがスタート地点なんですよね。もう一つ、思考力ということは真ん中に置きました。皆さん、これ、どんなイメージ持たれますかねあの周りの仕事仲間であり、あの教室のお母さん、お父さんたちにも聞いてみて、いろんなワード集めてみたんですが、頭を使う、これが一番に来ました。え考える、そりそうですね。 算数っていう科目の色が強い。ひらめきと粘り強くと。なんか相反するような2つもあったり。論理的って言葉出てきますよねえ。仮説立てて検証してみたいな。やっぱり難しい。で、なんか細かいっていうこともできますね。もう細かい、細かい、これ1個違うよっていうのがあった瞬間、全部崩れちゃうみたいな。 えー、思考力という言葉に、まあ、まとわりついているイメージが、まあ、こんなワードなのかなと、お、まあ、およそ皆さんのイメージ通りかもしれません。今日ですね、この辺の概念全部ぶっ壊そうと思います。すなわち、好き嫌いとか、まあ、思考を考えるっていうものの前に、一番大切なのは算数においては特にこれなんですよ。はい、面白いがあるかないか。 そして私たち大人の役割としてはいかにこの面白いを経験させてあげられるかなというところで演題真面目な算数思考力と書きましたが今日は裏演題としてですねこれでいきますはい愛すべき算数バカの世界へ私がご案内いたしましょうどうぞお付き合いください え算数ばかって、まあ、いい意味でですよね。今日はね、速、あ、攻、のー、使えそうなお話、小話3つほど用意いたしましたので、い、えー、ってみようと思います。まず最初ですね、これ。9のマジッシャ。何のことですかねこの言葉を使ったのは多分私だけなので。えーいま,しょうかね、まずよくある算数の質問で、2の倍数とは何ですかあるじゃないですか。2、まあ、4、6、や、と、12、14とあって。つまり、 1>, 1の位。まあ、最後の最後の数字が0か2か4か6か8だったらそれは2の倍数ですよ。ちょっと言い方変えると、いわゆる倍数の判定法ってやつなんですが、まあ、これは掛け算句く,く勉強してきたらなんとなく分かってくるちょっとレベルは。じゃあ5の倍数は、えー、?5、10、15、20ってやっていくと、実は2よりも簡単で、最後の数字0か5だったら絶対に5の倍数だよという。 はい、3の倍数。ここで即答できるかどうかで、このまま算数の造形あるかないかなっていうのが分かれちゃうかもしれないんですが、まあ、先に答え合わせしちゃいましょう。実は、3の倍数はすべての位を足すと3で割り切れる、えー。この表現でむむって思う方いても大丈夫です。とういうことか具体的に見てみましょう。例えば 1, 2,、123、まあ、123という数は、 すべての位なので、数字バラバラにして足し算するんですね。1たす2たす3は6だよ。6っていうのは3で割り切れるので、123は3の倍数です。じゃあ、8701、8701、えー、花丸1番と、私この数字好きなんで使ってるんですけど、これは全部足すと、16。16は3で割り切れないんですよね。えー、その手前、15だったら割り切れるんですけど。なので、8701は3の倍数じゃありませんと。 あの、筆算しなくてもわかるんですよ、という。こういう判定の方法があって、まあ、高学年で勉強するっちゃするんですえー、復習ですね。3の倍数はと言われたら、すべての数を、えくらい数を足すと、3で割り切れるよ。レベルアップしましょうか。はい。9の倍数だ。これね、受験生泣かせなんですよね。出てきます。みんなまあ、覚えなければいけないものとして、えー、やってくる時期が来るんですが。 先言っちゃいます3の倍数は3で割り切れるに対して9の倍数は全ての位に足すと9で割り切れれば良いよとまあさっきからの累推で方法と思う方いるかもしれませんがここで何でそうなるのかの話の前にちょっと試してみましょう12345678という数字これもバラバラにして足してみると36になって36ってのは9で割れるのでこの12345678は9の倍数ですよ えー、面白いのは、この数字、適当に並べ替えてみるんですよね。2、3、8、6、7、4、1、5。えー、2、3はむなしい子っていう語呂が浮かんでしまったので作った数字なんですが、これ、よく見てみると、1、2、3、4、5、6、7、8、えー、1回ずつ並び替えただけなので、全部の数字足しても、やっぱり絶対36になるんですよ。というわけで、この数字、パッと見で分かんなくても、どちらも。 9で割り切れます。9の倍数ですよっていうことがいい。こんなふうにして使っていくんですが、えー、理系の大人のための何でそうなるのかを15秒間だけお話しさせてください。この画面見て嫌になっちゃう人は15秒だけ我慢、あのー、してください。A100、B10、C という3桁があったときに A が100個、B が10個、C が1個ですよね。でも100個というのを99と1に分ける。10個というのを9と1に分ける。そうすると9でくくって、残りが A、B、C だけ出るから、 A たつ B たつ C が9で割り切れれば全体が9の倍数ですよというふうになります。はい、この話終わりました。言いたいことはここだけ大事ですよという話。つまりこうですね。9の倍数、すべての位足すと9で割り切れるよ。この表現で子どもたちはウキウキするかというと、することしない子がきっぱり分かれます。その割合が最初に見せたあの青と赤のグラフなような気がするんですよね。 じゃあ、ここで登場してもらいましょう。9のマジシャンが現れました。マジシャンはこう言いました。適当な数字を言ってくださいと。とマジシャンっぽいですよね。なんかカード1枚取ってとか、なんか絵描いてみたいな。あなた、何でもいいよ。好きな数字言ってください。何桁でもいいよと。OK。では、こうしましょう。この動画の配信予定日である2021年11月19日、2021119と。この数字にしました。桁すごいですよね。 では、マジシャンは言いました。その数に9をかけましょう。電卓使ってもいいよ。えー、かける9をして頑張って計算したら、こんな感じ。まあ、開け出す多いですよね。マジシャンは言いました。じゃあ、出てきた数字、全部足しましょう。さっきと同じ、バラバラにして足し算しましょう。ちょっと画面だけ追っかけてください。181900071。全部足すと、27。うん。うん マジシャンはまだ言いました。まだまだ数字足しましょう。27バラバラにして2足す7にすると9。あら、この人の名前は9のマジシャン。まさかね。ここで種が明かされて。実はどんな数でも私のやり方を使えば最後は必ず9になるのです。ほえーっと思う子はさっきよりも増えるかもしれません。なんでかって繰り返していくと、実は今の話を辿っていくと、 まあちゃんと説明はできるんですが、ここで大事なのはあの説明つくことじゃなくて、面白いと思ってもらえるかどうか、そしてこのマジック誰かに試してもらいたいなそんな気持ちにさせられたら勝ちなんですよね。ちょっとおさらいです。9のマジシャンのやり方、えー、ある数決めてもらいましょう、えー。その数9をかけましょう。ここの計算ミスがあったらおしまいです。出てきた数字を足し続ける。必ず9になりますよ。えー、シンプルながら。 こうやって遊んでみるっていう経験ご自宅でどうですかねやったことあるかなと、ぜひぜひネタとしていく持ってきて欲しいなと思いますがこの話ここでは終わりませんはいまあ掛け算の話出てきたのでちょっと表を書いてみました、えー、数字横に12345679縦に1から9までウェーブ使ったところが数字書いてありますね、えー、半分だけ書いてあるのはまあの折り返したら同じ形になるので、えー、ごちゃごちゃしちゃうので半分だけいきましたね この表だけで遊べる子は遊べるんですよ。えー、1、2、3、4いっぱいあるな。ただ、あの9っていう数字は、9、1が9とサザンが9だけしか出てくる。あと、とみません、49ですね。四十九。この3つしか9出てこないなとか、えー。この表だけで時間が潰せる子も中にはいるんですが、まあ、どうやって潰していくというか、どうやって楽しんでいくか、やっぱり大人が見せてあげて。9のマジシャンいたので、9の列見ていくとね、面白いですよね。えー、縦に読むと、1、2、3、4、5、6、7、8。 で下から上に123456789と戻ってくるとか、えー、9182736全部桁ずつ足すと必ず9になるあこの辺の話からさっきのマジックが生まれてるんですが ちょうど小学校2年生ですかね。標準的な小学校のカリキュラムで、えー、掛け算く今あの、覚えてるっていう子多いかと思うんですけどね。のもうスピード勝負で熱心にガガガーとやっていくっていうのが理想的なんですが、まあ、誰しも一度は7の段あたりで心折れるんですよ。ああ、もうやだとかうまくできないって。えー、どうしたのって聞くと、そういう子はこういうんですね。だってクック多いんだもん。クックは多い。覚えるのが多い。と 私のフィルターを通すとですね、このクックは多いというのはね、ひらがなでクックは多いであり、これ数字に変えると998001なんですよね。クックは多い。この数字なんですよ、これ。めちゃくちゃ不思議な数字でクックは多い。何かというと、1割る998001をすると、まあ0点で始まって、結構でっかい数字で割ってるので000並んで初めて1が出てきて、その後ですね、002、003、これ続くんですよ。 4567、45どこまで続くかと。23、点点点ついて、ずっと続くんです。なんでって言われたら、やる気と根気と元気と時間のある人は、ぜひ、筆算してみてほしいんですが。ほう、なんでちゃんと答えましょうかね。はい、では、理系の大人のための15秒講座です99。99800199の2乗です。のこのページ見ていて吐き気がしてしまう人は、15秒だけ我慢してください。999の2乗分の1、あの指数で書いてみて、ちょっと式変形していくと。 上のようになっていって。で、まぁ、あ、X で数字入れて、関数にしてみるんですよね。で、大学の数学の最初の方であるテーラー展開ってやつやってあげるとかなりきれいな、えー、式に変形できて、で10のマイナス3で代入してみると、うまくいくんですよっていう話。はい、このページ終わりました。帰ってきてください、えー。なるものはなるっていう見方でいいんですが、続くって話しましたね。23の次、24、25、26になっていって、じゃあどこまで続くのと、追いかけてみると、 979、980 97、981、えー、982 98、まだまだいきますよと、えー、省略して、995からいきましょう。995、996、九9 7そして、なぜか999なんです。なぜか998が飛ばされてしまう。もうなんていうかね、私はこの式の,、まあ、あのネットの記事で初めて知ったんですが、なんでお前空気読むよみたいな、そんな感じを抱きまして、えー、数字に対してこう感動とか、 感情っていうのを注ぐ瞬間って何かしら面白い瞬間ってあるんだ今日は調子がいいので一個先まで進みましょうか。じゃあ考えられる子はこ面白いで終わらずに実に面白いとなるとなぜ998が飛んでしまうのかまで考えられたら素晴らしい。えー、998があるはずなんだよな。その次999でその次はきっと1000で1001、1002 100と来るはずだよね。 これ足してみると、繰り上がりが起こっちゃって、998が999になるんですよっていう、実はすごく単純な足し算が後ろに控えていたって、これだけの話なんですね。ちなみにその後、00001002 00とまた003とループしていきますよと。分数でかけるので、これ循環するんですよね。数の不思議にまた出会う瞬間でございます。 はい。まあ、不思議な数字、クックは多い。ですが、ちょっとまとめてみましょう。1割、クックは多い。これは面白い数字で、えー、1、2、3、4とグーグル回って、なぜか998だけ飛ばされちゃうんですよ。かわいそうって言った子もいました。でも、ちゃんと理由があって、あー、繰り上がりなら仕方ないよね。どんな感情かわかんないですけど、まあ、そういう気持ち、数字に対して持ってくれるだけでも、一個扉が開けた。 はい、今ので、9のマジシャンと、まあ、9は多いのインパクトがだいぶ強いんです、えー、数字に対して何かしらこう、驚きと感情、感動、心動く瞬間というのがあったらいいなというお話でございました。2つ目いきましょうかね。無限回転寿司、えー。大ヒット映画にあやかって名前つけてしまいましたが、このタイトルだけ見て、どんなイメージかなというと、回転寿司ってあの、お皿取って取って最後、食べた分だけ。 あの青のお皿いくら、赤のお皿いくらってこう計算していきますね。じゃあ食べればる食べるほどもう無限にお金払うんですかとイメージがありましたが、実はそうではなくて主役はこれです。算数においてこの形見覚えありましたかあのー、まあ40人子供がいたら1人2人はあのー、手と足生やしてテントウムシかいちゃったりするんでしょうけど、これですね、見恥の話です。 速さの分野における道のりと速さの関係を。まあ、道のり出したいときは下の2つを掛け算。速さを出したいときは道のり割る時間。まあ、分数にしてあげればいいよ、みたいな。そんなお話の。えー、計算を簡単にするツールなんですが、どんなとき使うか。道のりは速さかける時間だよ。そこで理科の勉強で、音の速さはだいい三340メートル毎秒。1秒間に340ぐらい進むよってのを勉強するわけ。 で、雷ピカッと光りました。で、たい1、2、3って数える子はいるんですよねえ。5秒ぐらい経ってからゴロゴロゴロとなりました。ということは、1秒間に340メートルだから、まあ5秒経つとだいたいこんな感じ。あ、今聞こえた雷はだいた1700メートル、1.7キロ先で、まあ、あの落ちたといいますか。発生した雷なんだなと。健全な使い方ですよね。さて。 回転寿司の話ですこれいろんなデータがあるんですが、あの一般の回転寿司子供が取りやすいスピードは1秒間に4センチって言われていす。で、ある種のデータによると、回転寿司が早ければ早いほどお客さんがなんか急いで取らなきゃとか、食べるペースも上がって売り上げが上がったっていうのがあって、大体のあの1秒間7.5センチというデータもあって、こう幅があるみたいなんですが、つまりです、ね、回転寿司のスピードは一定で決まっているということなんです。 この話を聞いたとき、私は思ったんですよ。ということは、この大きな回転寿司屋さんの私の目の前を流れている、この回転寿司のレーンっていうんですかあのお皿が流れるところ。これ見、見端で計算できるんじゃないかな ?1 秒間4センチだとしたら、うーん、なるほど。お今私の目の前を通ったこの大トロちゃんが一周して戻ってくるまでの時間をちゃんと測れば、このレーンは一体何メートルになるか計算できると。まあ、隣論ですね。そして出てきた 結論が無限であると。この店の回転寿司の長さは無限だった。お気づきですね。誰かが大トロを取っちゃったっていう、そんなお話でした。ただですね、この上の式は正しいんですよ。教科書載ってるじゃないですか。道のりは速さかける時間で。で、私の測り方も正しいんですよ。目の前を通った大トロがまた目の前に帰ってくる時間を測るだけと。ただ帰ってこない。つまり時間は無限にかかっていた。だから、例の長さも無限だよ。 何がおかしいのか誰か言いに来てくださいっていうので構えていましたが、まあ、あの目の前で動いているものがあったら、こんな風にして遊ぶこともできますよ。ただの教科書の堅苦しい式も遊びの道具として変わっていくかもしれませんね。そんなお話でございます。ちなみに、速さのところでもう一個。よくあるじゃないですか、こういうグラフ、えー。縦に道のり、横に時間だよ。で、ある人はスタートしてビーっと行きました。って えまああの何秒の時何メートルですかだとかこの人の速さ求めましょうみたいな問題あるんですけどここで疑問を挟む子っているんですよね。本当にこうなるのだって用意スターあの金メダリストも100メートル走るとき最初ってまあ止まってるわけでだからリアルなグラフってこうなるんじゃないのとってもいい気づきだなと。 えー、突っ込み入れていきましょう。ただ、ちゃんとこのグラフ書けますよってことは、大人は知っておいた方がよくて。というのも、もう速さが安定してきた、このあたりからストップウォッチをして、ここからスタートしてグラフ書けばいいだけの話だよ。でも、すごくいい着眼点だねっていうのは、素直に認めてあげたい、えー。いろいろと与えられているもの、教科書に載っているものも、データとして出ているものにも、ハてなっていうのを持ってほしいなと。ああ、よくばそれで遊んでほしいなと。 こんなお話で、私の回転寿司のお話はおしまいでございます。さて、最後のお話です。ああ、もう大変なのが残っちゃいましたが。神の図形、悪魔の図形と、もう漁業史タイトルつけてしまいましたが。ちょっとですね、算数の問題出そうと思います。 音読します。円の円,周上,、えー、円の周上に6個の点を図のように取るとき、六角形 ABCDEF の面積は一辺の長さが 1cm の正三角形の何倍ですかと、えー。この後、私はこれ答えに行くまでお話し続けようと思いますので、あのどうしてもという方はここで一時停止してあの、もう頭もひねりまくって考えてみてください。30年以上前に名田中学で似たようなテーマが出ていたかなとか、そんな問題の焼き回しです。 大事なのはですね、これが解ける解けないとか、ああ、うちの子解けるかしらとかじゃなくて、なぜ私がこの問題を持ってきたかっていうところで、お話聞いてみてほしいなと思います。では、ちょっと先に進みましょう。つまり、こういうことです。はい、左側の図形の ABCDEF は右側 1cm の正三角形いくつ分ですかという、こういうお話ですよね。じゃ図形よく見てみましょう。なんか円の中に入ってるので、ど真ん中ってやはり大事なんですよ。円の中心大事で。 そうすると、とりあえず何ができるかなと、えー。線を引いてみますか。中心から分割してみました。観察します。なんか、ちっちゃい三角形と大きい三角形分かれるね。上3つ、下3つって、あんまり気持ちよくないんですよ。この感覚なんですけど。で、どうするか。この2つを、えいやと動かして、こっちに持ってきちゃいます。なんかこういうマークありますね。そうすると、まあ、きれいに、 一個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 らで並んだなと。もうこれはもう美意識に任せて動かしたということです。さあ、並び替えて変形しました。では主役はこの子に移ります。当然、パズルみたいに動かしただけなので面積は変わりませんよねっていうところが大事。この後どうするか、外枠ちょっと色濃くしてみました。全体見てみましょう。そして問題文でむむと思ったポイント、あれなんですよ。正三角形何個分かというのがヒントになって、 これが見えるかかどうかなんですよねあとは内側もちょうど1センチと2センチなのでこんなふうな分割ができて数数えてあげましょうというわけで結論からすると左側の形は右側に変形できてこれは下の正三角形13個分ですよというなんという問題ただ発想としては切って並べて数えてというわけで まああの三角形、正三角形知っていれば誰でもできてしまう。誰でもできないから入試問題になってるんですけどね。おさらいします。まあ、こういう問題がありました。えー、結論を出すと、分割して、並び替えて、変形して、全体を見たら正三角形が見つかったよ。この正三角形に向かっていく操作なんですよね。つまり言いたいことはこうです。美しいものが世界への道ですよと。 きれいに並べていくことで溶けてしまうんですよ。これがさっきのタイトル、神の図形ってやつですよ。まあ私、算数の授業とかで扱うんですけれど、まあ、神的解放というか、神的操作、神の進む方向に、神のいる方向に進んでいきましょうと、えー。こんな話で分かるような分かんないような授業をしてますが、それに対してやつがやっていくんですよね。もう一問いきましょうか。はい。問題としては非常にシンプルになりました。 正方形の中に図のような直線を引きました。33度と12度で分けていて、で、星をつけた角度は何度ですかと。やはりさっきと同じく、私、最後までずっとしゃべり続けようと思いますので、どうしてもという方もここでね、一時停止して、紙とペンと持って、にらめっこして考えてみてほしいなと思います。なんか解けそうで解けないっていうのがこの問題の悪魔たるゆえんなんですが、何をするか。ちょっとこう右側に移動しました。これがねミスなんですけど。で コピーしてみましょう。同じ形を隣に移して。こっからなんですよね。意味がわかんないんですけど、こうです。右に90度回したんですよ。まあ、当然角度、長さ変わるわけなくて。で、これをガチャンとくっつけましたよ、と。なんですね。こうすることで何ができるかというと、 えー、右新しく作った図形の右が33度なので、これ合わせて45度。もともとの図形33と12に挟まれているので、ここも45度となると、赤、赤、同じ長さ。で、青線が共通で、間の45度が同じ角度なので、まあ、ちょっと用語を使うといわゆる合同ってやつですね。なってきて。で、まあ、緑の線も入れて、えー、赤、緑、青の三角形2つ、これが全く同じ。 三角形ですよ。同じ形ですよ。ということはですね、星は、ここも星です。はい、必要な部分だけ抜き出しましょう。90度、12度星なので、この星の角度も計算できますよっていう話。ひえーって思いますよね。えー、この正方形だけで完結しないんですよね。何をしたかというと、同じ形をまあ複製して、回転してつなげてあげたと。 そんなことなんですよなんでそうするかはよくわからない。しかし、それゆえうまくいってしまった。まさに悪魔の仕業ですよね。さっきとの対比でいうと、まあ、美しいもの、ゴール、きっと正三角形だって、向かっていくのは神の図形に向かっていて。えー、なぜかわからない操作をして、でも結果、解けてしまう。こういうのを悪魔の図形と呼んでいて。まあ、でも名前つけてあげると、ちょっとだけ頭の隅に残っちゃうんですよね。 でこういう武器を持っていて、まあ、未知なる問題に対処していく。まあ、これはもう図形の問題、極みの極みみたいな、えー、段階の話なので。ぜひね、あのー、身近なことでやりたいことは、きれいな図形って何だろうなだとか、なんでこんな作業するのかなとか、まあ手、手詰まったら回してみようとか、拡大してみよう。いろんな操作ってできて、理由は後から見つかるかもしれないですし、初めから理由は存在してるかもしれない。 そんな姿をいっぱい見せていくと、子供たちきっとこう、図形の問題何すればいいかわかんないとか、あの、線引くのが嫌だとか、なんでその線引くのっていうのの答えが自然と出てくるんじゃないかなと。またそんな風に、えー、願って伝えています。えー、そんなお話で、えー、今日3つですね、えー、ちょうどまあ、整数の話と、まあ、速さの話と、と図形の話と、まあ、3つの分野から持ってきまして、ちょっとおさらいです。本日伝えたかったことはこれですね。 えー、今日のマジシャンとククは多いの話から数に関してまあ感動、心が浮かす瞬間きっと作れますよっていうこと。道のり、速さ、時間、えー、もう自分の目の前のものに当てはめてみよう。思考、的を当てはめる、やってみる。これはまあ大人がその姿を見せていくっていうことですよね。最後の最後、まあ、神か悪魔かの話ですが、まああのー、最後の最後を楽しめるのはまあ美しいと思えるかどうか、算数に限らずかな。 いうところまあちょっと今日は新しい観点で、えー、算数思考力というものの支えるのは実は感動と思考適よと美意識なんてものがあるんじゃないかなっていうそんな扉を開けてもらえるきっかけになればなと思ってこんな話を用意させていただきましたメルタグメルタグ本日のお話算数思考力としてお養子でございますご清聴どうもありがとうございました さてちょっとだけ告知させていただきます。えー、本日の、えー、講演会のアンケートですね、えー、概要欄からもいわゆるございますので、ぜひアンケートご記入いただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。あとはですね、花丸グループ、花丸学習会、えー、無料体験授業、申し込み、実際受付中でございます。2022年の4月スタートの情報等も、えー、事前の配信メール登録ができますので、えー、興味ありましたらぜひよろしくお願いいたします。今、え、日、ー、こんな感じで、えー、ちょっと今あの、マスクしてたりとか、距離取ったりしていますか。 この熱量そのままでお届けできているかなと思っております。さ、まあ、ですね、オンラインの講演会たくさんございます。えー、花丸グループ代表高浜のオンライン講演会、えー。公表につきアーカイブの配信中でもございますので、興味のある方はぜひぜひご覧いただきたいと思っております。ちょっとだけ次回予告です。次回はテーマ野外体験ということで、花丸グループ野外体験部の北澤が登場いたします、えー。どうぞお楽しみになさってください。 それではどうもありがとうございました。